皆さんこんにちは、ぶんちゃん先生です。今日はですね、薄いエンドウ豆を使った豆ご飯のレシピになりますけども、お米がこれ2合です。でそんなに水洗いする必要はありません。今日は新潟の新之助という非常に美味しいお米を使います。で米が2合に対して塩が小さじのスプーンすり切り1杯が基本になります。でエンドウ豆なんですけども、だいたいこれ米2合に対して、まあ、これぐらいの分量になります。まあ、結構な分量なんですけれども、まあ、これをですね、もう入れて、そのままこのようにこう入れます。あと炊くだけです。エンドウ豆ご飯、とても美味しいです。いろいろ試してみましたけども、本当に塩だけで炊くのが一番美味しいです。